高齢者歯科は歯科の診療科の一つ。標榜科名として認められていないので、大学病院等において院内標榜科、専門外来の名称として使用されている。一般に高齢者歯科医学、老年歯科医学といった学問体系を基盤として、高齢者を対象として、心身の加齢変化や多くの基礎疾患を配慮した上で、高齢者歯科医療、老年歯科医療が行われる。 関連学会として、一般社団法人日本老年歯科医学会がある。高齢者歯科を持つ医療機関として、北海道大学病院、東北大学病院、昭和大学歯科病院、鶴見大学歯学部附属病院、松本歯科大学病院高齢者歯科外来、愛知学院大学歯学部附属病院、大阪歯科大学附属病院、大阪大学歯学部附属病院、大 福岡歯科大学医科歯科総合病院などがある。医療法施行例、第3条の2、北海道大学病院、高齢者歯科治療部門外来。北海道大学病院、2011年3月4日へ覧。東北大学病院、土北ユニバーシティホスピタル、高齢者歯科治療部。東北大学病院、2011年3月4日へ覧。昭和大学歯科病院、 高齢者歯科。昭和大学歯科病院。2011年3月4日閲覧。鶴見大学歯学部附属病院診療のご案内診療科目高齢者歯科。鶴見大学歯学部附属病院。2011年3月4日閲覧。高齢者歯科外来。松本歯科大学病院。2011年3月4日閲覧。愛知学院大学歯学部附属病院。 高齢者歯科外来。愛知学院大学歯学部附属病院。2011年3月4日閲覧。高齢者歯科。大阪歯科大学附属病院。2011年3月4日閲覧。診療内容。大阪大学大学院歯学研究科学。高校機能再建学講座歯科保哲学。第2教室。2011年3月8日閲覧。高齢者歯科。 福岡市科大学医科市課総合病院。2011年3月4日閲覧。ありがとうございます。